はい、シューチャンネルのシューです。今日も一日楽しんでいきましょうということで、今日はですね、水汲みがてらね、道の駅立花、福岡県の八女にあるね、道の駅の方に寄ってるんですが、こちらね、野菜が安くてね、あと苗をたっぷり置いてくれてるのでね、非常にありがたくて、毎回使っております。今日はですね、スイカの苗、あとね、まあ、夏野菜でちょっと興味惹かれるもの、ゴーヤなんかは今年は種からやってなかったんでね、そういうものをね中心に購入したいと思うんですけど、あとね、今時期になるとあのメダカとか、金魚とかも置いてくれてるので、そういう部分でも楽しめる、そんな道の駅なので、ぜひね、近く通られた際は寄ってみてください。お茶も美味しいのでね、おすすめです。ざっとね、あのこうやって食事するところなんかもあったりとかね、今ね、あそこ車がね止まってるでしょ、あそこはもう無料で、竹炭を通した、水なのかな、うちもよく汲んでくるんですけどね、そういうスペース、コーナーもあるのでね、いいと思います。うん、今日は、結構ね、今朝のね10時前なんですけど、業者さんもどんどん来てますので、ちなみに業者さんつっても意外とちょっと知り合いが多くてですね、まあちょっと挨拶しながらね、面白いもの何かないか探してみたいと思います。どうしようかな、隠し棒買っとこうかな。やるけど、やるけど、なんか柿渋欲しいじゃん。ねえ、柿渋買ってたってダメなの？ん？使わないんじゃん、この頃。この頃は使わんけど、いつか使うかもしれない。その頃、その頃、その頃。あ、どうしよう。ほら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 。八竹美味しいよ。八竹。湯がく。八竹湯がかんでいいよ。八竹280円。いや、湯がくやろもん、生じゃ食えんめが。いや、生じゃ食わんめえもん。ばあちゃんたちも言うもんね。ばあちゃんたちも八竹の方がうまいっち言うわ。安いもんね、まだね、今の時期はね。レシピ書いてあるがね、ほら、メンマに加工するって。毎年八竹をいただきますが、メンマに加工してます。あ、そうか、メンマにできるったいね。ハチクは小ぶりがいいやろ。下のこっちのハチクの方が美味しそうかな。いっぱいちじゃん。あ、メダカの時期やね、どうしようかな。お、青メダカ10食。じゃあメダカ買っていい？いや、メダカ大丈夫よ。違うよ、お母さんこの間捨てたじゃん、メダカ入ってないと思ってって言ってから。もうね、ヒレナガでしかもさ、ミユキとかもうこんなの生まれとったよね、すげえな。ここの方ね、生産ベースの人たちやけど、あ、これダメ。ヒレナガでメダカ、しかもミユキじゃん。うい、増やす自信ねえな。あ、よかねや。すごいね、こんなのも作ってくれとったら助かるばい。メダカの産卵もどこで、ここの方たちね、
毎年毎年やっぱり進化していきよるけ、背中がキラキラ光る系統で、ヒレの長いヒレ長メダカってもともと九州で見つかった変異なんだけど、そういうものをねもういち早く販売してくる。これちょっと痛んどるな。死んでないって。毎年母ちゃんが勝手に捨てとるがね。パプリカ、だって母ちゃんさ、パプリカ取ったってさ、すぐなんか色変わる前に収穫したりするやん。美味しそうな時に取るだけだ。いや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 、ちょっと待ちなさいよ。ちょっと今年はね暑すぎやん。いや、やめとこ、やめとこ。あ、そうめん売りがあるが、そうめん売りが、そうめん売りが。スイカバ探しに来たとかってんの。ゴーヤはどんぐらいいる。ゴーヤ、うん、ゴーヤ日本じゃ足りんめ。8ぐらいあった方がいいからが。 8? うん、8。あ、すごいね、見てごらん、お母さん、お母様。今年はスイスチャードまで置いてくれとるやんね。でもね、そういうのはもういらないって。うち種があるけどね、種があるけど。うちはね、虫が食うからね。あ、虫が食うやろな、農薬使うけど、ね、でもこのカラフルさが好きなんですよね。こうやして沖縄の次ギアわざわざ1000倍ねえねえ、こんなんでいいんじゃない、うん、そっちもいいけど、今こっちの方が、うん、芋どうすか、迷いよったいね。芋いらないって。芋、まあ、買ったがよかろうかってさ、一品種だけちょっと一列植えてもいいけど、うん、スイカはね、大玉は植えたくないけん。ナスはもうあんだけ植えとけよかろうが。今年ほら、白長ナスまで置いてくれとる。にゃ、白は美味しいよ。白はでももう苗場作っとる。ゴーヤやろ、うん、スイカバ、あー、どげしかな。どこに植えるの、スイカ。スイカもスペース空いたとこ植えればよかが。かぼちゃの種ばまかないかんて、あのおもちゃかぼちゃば。これわかんですか。にゃん、どげすかの。落花生はおらめんどくさいけん嫌だ。植えてもよかばってんさ。今年はちょっと暑すぎるけどね。キュウリは今6本があったで、もう苗はできる。木の声で伸ばしとった。こう、お母さんで触ったの、あれ、あれ、あれ、あんま動かしちゃいかんとて。キュウリは触るとあんまり、うん、トマトはもう十分あるな。だってなんか調子が悪くなったりするときはお母さん触ってること置いとって。キュウリって風吹かれてもダメっちゃけ、弱いっちゃけ。あら、中玉のフルーツトマトでオレンジがあるよ、うん、ちょっとまた後で見つくろうかな。もういいよ、トマトいっぱいあるやん。食べこなさんって。食べこなさんけど、なんか達成感はあるけど。お母さん、今年ラッキョつけんとめんどくさい。つけたら兄貴食べろ。ラッキョさんまであるやん、ほんとに。今年はそら豆が小ぶりばい。
もうスナペンドは終わりばい、ばあちゃん。結婚な量で100円やね。もう最後焼けんやろな。じゃあもう今年はハロウィンやけんダメじゃん。キュウリ安くなったね。もう今収穫始まったもんな。早いかも。おお、ニンニクあるじゃん。いや今年つける。真面目につける。まだつける。うん、いやもう乾く前でいい。もうねこんなんでいい。今年大量につけるのはやめよう。ちょっと待ってください。ちゃ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 。重量的にはこれか。こっちの方が全然いいね。新物やけんね。新物つけたら美味しいって。今日ちゃんとする。これ干しとくよ。安いよね、150円でね。本州の方に行くと福地六辺とかになるばって、九州の方は暑さに強いやつやけど、一緒一緒一緒。どうせバラス券がよかっちゃう、うん。ちょ待って、150円。はい、今日はね結構買い込んじゃいました。こちらね、食べる分の野菜なんですけど、またね後ほど苗とかは別で紹介したいと思います。まあ、値段見るとね、夏野菜は安くなってきましたね。きゅうりもね立派、こんなに硬くてね、いいきゅうりが3本100円、うちも植えてますけどね、ハウスものとかがねよく出回ってきてます。ほうれん草120円はそう変わらんですけど、あとキャベツも230円、若干値段上がってきましたね。まあ、これでも虫食いもなくねいい感じだと思います。ちなみに虫食いあって当たり前なんでね、虫も食わないような野菜は逆に体に悪いと思うのでね、自分は気にして買います。まあ、キャベツ選ぶときはこの切り口見てね、道の駅なんでも朝取りなんでしょうけど、変色してなくてね、みずみずしいものを選んでくれば失敗ないと思いますので、一玉食べれない方はこの芯振り抜いてね、冷蔵庫入れておくと長持ちしますんで、私はねそのようにいつも管理してます。あとはもうスナップエンド、スナップエンドですね、これだけ量が入って100円安いと思います。うちの地域だともね、スナップ、スナップエンドは、苗をねもう処分してる、株を処分してる方たちもいるのでね、うん、もうそういう時期だと思います。はい、でブロッコリーがねだんだんちょっともうつぼみも開いてきたし、値段も上がってきましたね。1、2ヶ月前これで100円、もうちょっと大きかったんですけどね、もう200円しちゃいます。うち結構常食するんでね、ブロッコリーはね安い方がありがたいんですけど、あとサラダ玉ねぎも、うん、もうね収穫、あちこち始まってますから、結構な重量でこれで200円ですからね、いいと思います。3個で150円、1個50円計算かな。ただね、ここら辺の玉ねぎね、中が芯が腐ってることがあるのでね、ちょっとね選び方いろいろあるんですけど、ちょっと注意してみてください。柔らかいものは確実に選ばない方がいいです。ここを軽く触るとね、柔らかいかどうかで、痛み具合が分かるんですけど、今回は自分が選んでるの中身はしっかりしてると思います。あとね、今回つけようと思ったらっきょう、らっきょうもうちょっと小ぶりでよかったんですけどね、これ母ちゃんが選んできたんですけど、今からね、作業つけていきたいと思います。これ700円、キロ、これ何キロ、1キロはあるかな。これ3袋で、ラッキョウして自分で調合するのもいいですけどね、うちはもうこれもそのまま使ってます。江崎、増上元さんですけど、これね八女市のね、私場所知ってるんですけど、まあ、有名じゃないけどね、地元のやつでね、地元のものを地元のものでつけるってなかなかいいと思います。これね、ちゃんと鷹の爪もついてるから便利なんですよ。はい、あとは氷砂糖、梅塩の分も買ってきましたし、今日はこれですね、青梅です。うん、カリカリ梅に、向いているものとかね、梅酒に向いているものとか、あと有名どころ南高梅なんかもありますけどね、今回はね、この、梅買ってきました。これねさっきね読み方ね、調べてたんですけども、すっかり忘れてますけど、これ毎年つけてますけどね、2リッター、1キログラムで600円ということでね、非常にお得。傷物になるとね300円ぐらいで安いんですけど、やっぱりねつけてるとだんだん目立ってくるのでね、これはいい梅かな。今年は梅は豊作かもしれません。あともホワイトリーカーと、あとこのサントリーのね VO はね、おすすめなんですけど、これね、こっちちょっと写しとこうか。結構ですね、前写してたと思うんですけど、29年か、これ私の分ね、
これブルーベリーなんですよ。でブルーベリーこれ母ちゃんが漬けた分でねやるんですけどね、これがだいぶ減ってきたのでちょっとねまだ実が崩れてなかったんで、これにね、ブイヨーと角砂糖を刺してねさらにね二段熟成ということで作ってやろうかと思って、買ってきました、まあ、こんな感じでね、あとはねあの今年おすすめ、ニンニク豊作みたいです。玉のやつは玉のやつで値段張るんですけど、こうやってあの玉で商品にならないものよく売ってるんですね。これ粒が揃ってますけどね、これだけで150円とか、ちょっとね形が揃ってなければ150円ということで買ってきました。結構ね5つぐらいあるでしょ。瓶詰めね結構いけると思うんですよね。今年もねつけたいと思います。ちなみにですねあんまり冷蔵庫移すと、母ちゃん怒られるから、ちょっとそっと移すしかないんですけどね。こうやって奥のところは私のねあのニンニク、スペースでこうやってね、29年もの27年8年ものとかあと、酢ですか酢で漬けたものとかオリーブオイル漬けたものをね、結構保管してるんで今年もね、ここ占領しながらね、ニンニク漬けていきたいと思います。ちなみにあのニンニクのね、動画ね評判いいみたいで、なんか再生回数がえらい、今年も伸びておりました。今年もね我が家も漬けていきたいと思います。ということであとはジャガイモ120円安いですね。うちもね今ジャガイモ植えてますけどこのぐらいのサイズにしようと思ってね、芽かきもせずね、半放任栽培みたいな形で取ってます。これぐらいするとですね皮ごと調理できて美味しいんです。はい、でこれあの皮ごと調理って調べていただいたらねいろんなメニューのやり方ありますので、皮が剥くのが嫌だということでね、敬遠している方はね、こういうジャガイモの料理方法調べてやってみてください。意外と味が濃くなってね美味しいんですよ。ということで、まあ、食べる分はこれだけで、また後ほどですねあの余裕があれば梅酒作りラッコ漬けあとニンニク漬け、こちらの動画もね分けてね制作したいと思いますので、もしあのそういう動画見たい方がいたらコメント入れてください。ということで、食べる分はこれと。で今からねあのちょっと苗とかも買ってきたので別で紹介します。はい、続いてね道の駅で購入した苗の紹介ですが、もう結構畝も埋まってたので目新しいのが今回はなかったので、ゴーヤと、芋ですね買ってきました。まあ、見ての通り、普通のゴーヤですね。継ぎ木ではないです。だいたいこれ3株入って220円なんで、まあ安いかな。まあ、これぐらいね、葉が5枚ぐらいのやつの方がね、植え付けた時に根付きやすいので、まあベストサイズということで購入してます。まあ、ゴーヤ失敗することはないと思いますんでね、今日明日中にでも畝を作って、壁際にね、植えてあげたいと思います。普通の、中ぐらいの長さかな、そういうゴーヤです。まあ、必要であればね、またゴーヤ別種類も買ってこようかと思いますので、またホームセンターとかもね覗いていきたいなと、思います。はい、あとこちらね芋苗ですけど今がちょうど出回っとるんですよね。でここのは状態がいいんでもうちょっと小ぶりでもいいんですけど勢いがちょっとありすぎるとねそれはそれでね、芋が太らなかったりするので、ベニハルカもう安定のベニハルカです。失敗したことはベニハルカはないですね。あんの芋がいいとかいう方もいるんですけど今ねもうベニハルカが出てきたおかげであんの芋も影が薄れておりますね。食味もいいし、育てやすいし、病気にもなりにくいしと、思います。はい、でまあ毎年3品種ぐらい植えてたんですけど、今年はまあ畝の関係上ビニールハウスを新しく建ててしまってスペースなくしてますんで、まあ、これね、10本組を買ってきてるだけです。ちょっとスペース作ってね植え付けたいと思います。これもね 2,3 日中に植え付けないともう傷んでしまいますんでね、ちょっと急ぎね、調整します。あとはまあ苗じゃないんですけどあの固定層、メダカ用に買ってきました。今ねメダカは買ってなかったんですけどね過去母ちゃんがタライに入ってないと思って捨ててからねそれ以来触ってなかったんですけど、久しぶりに覗くとですね、道の駅に置いてあるメダカ結構進化が激しく、これ2000円ですけど高いんでしょうか安いんでしょうか。私メダカはよくわからないのでね、ただですねこれね横から見てわかる通り鱗が光ってます。これラメって言うんですかね最近の形質品質で言うと。それにヒレナガです。ヒレナガちなみに大牟田の方やったかな、まあ、うちの、まあ、近場地域のね、方が発見して、その形質、まあ、スワローっていう品種もいるみたいですけど、ヒレナガメダカ、天女の前とか、うんぬんかんぬん名前があるな、でも詳しくないんでね、詳しい方コメントいただけたらいいんですけど、それが入っておりました、ので、購入してます。上から見ると、まあ、みゆきじゃないかな。
うん、ダメですね。だから品種名はあえて変えてないみたいなんで、たまたま取れた個体を入れたのか系統的に確立しているものじゃないのかもしれないですけど、見るとですね、ラメヒレナガということでいいかと思います。あとね、なんかこの参照ものところにもね、卵がちらほらついてるんで、オスメスもおそらく揃ってるのかな、オス2にメス1な気もするんですけど、緑水青水の方でね、育ててあげようかと思います。久しぶりにメダカ触るんでね、ちょっと楽しみではありますが、こういう品種は横から見るといいのかな。ということで家庭菜園で結構メダカ買われてる方もいると思いますので、道の駅とか最近はよく並んでるみたいなのでね、こういうのもね、ちょっとね、息抜き楽しみで入れていきたいと思います。ということで購入品の紹介以上です。個人的には芋とメダカが、ちょっと嬉しかったかな。ということで以上、シューチャンネルからでした。どうもどうもどうも。早速植え付けよう。